ベーカー街追い出されましたね。だから大人って大嫌いなんだよ。嘘ばっかり言って何でも取り上げちゃうの。そうだよね。と言いつつ、なんだいそのコートは。え？まあしっかりいただいてしまったのですか？確かに持ってきちゃった。うん、あの刑事のやつを恨みがましくじーっと睨みつけていたら、ポケットをさらりと調べた後くれてやるって。いい人か。何でもとりあえず睨んでみるもんだね。そのうちでかいトラブルになりそうな気もしますけどね。そうだよ、フィッシュ&チップスおじさんだったからよかったものの。私本当はあの綺麗なディスクが欲しかったのに。あのオルゴールのディスクですか。ハッチさん価値はないって言ってたけどな、なんか思い入れがあるのかね。やっぱりちょっと私もう一睨みしてくるから。いやいや、今日はもうハッチの店に入るのは無理だろう。そうなの？ショベルで掘ろうよ。どうしてよ。まあ仕方ないでしょうね。店内の捜査とハッチさんからの事情聴取ということですから。もうあれ私が引き出した質草だったのに。それにあいつ言ってたじゃない、質草はもう一つあったって。確かに。ああ確かにそんなこと言ってましたね。それも私のじゃない、何が預けられてるのか知らないけど。もう無茶苦茶だな。どういうことなんだ。何にせよ今日の稼ぎはパーになっちまったみたいだね。チョキ。そうだよ、全部あんたのせいだからね、ホームズ。みんなで下宿するか、ホームズんちに。だからどうだろう。ああ今夜うちに来ないかい。何でも誘うなぁ。アイリスのディナーと僕のバイオリンでおもてなしするよ。みんなでさぁご飯食べようよ、焼肉しようよ。行かない。行かないの。行くわけないでしょ、バカじゃないのホームズ。ああ行ってしまった。行ってしまいました。無駄に罵られて終わっちまった。あの、もしかしたら、来るんじゃないでしょうか、ジーナさん。マジ？ほーん？少し考えていましたから、顔を出すかもしれません。じゃあ、やっぱり焼肉の準備しとこ。わかった。アイリスに行って、あの子の分も準備をしてもらうとしよう。せやね。ああ、それから、君たちも後でまた顔を出してくれよ。え？顔を出すってか。ちょっと面白いものを見せることができると思うよ。ちょっと面白いもの？何でございましょうか。よっぽど面白いんだろうな。それはお楽しみですよ。それじゃまた後で。期待していこう。入れないな。入れないよ。特に変わったものもない。調べられるところ他に、ないよね。ないよね。え？と言っても顔を出すと言っても行くしかないけどね。他に行くところもないし。佐藤さん。まあこれしかないか。なんかあんまり収穫がなかったよね。あ、相談できるよ、やっぱり。大英帝国に到着してからいつの間にかもう2ヶ月。本当にあっという間でしたね。なるほど、王様もすっかり英国紳士らしく。言葉に詰まりましたね、佐藤さん。はい、改めて見直しますと、みじんも感じられませんでしたので。なるほど、王様に英国風の要素が。まあ、それは佐藤さんも似たような印象ですね。もしや、それはやはり、間違いなく、その着物の威力ですよね。英国の宿女の皆様の装いに憧れはあるのでございますが、どうにも決心がつかないのでございます。絶対似合うよ。いつか見てみたいな、佐藤さんのドレス姿。いいじゃん。いいじゃんか。見ようよ、見ようよっていうか、後で来てくれたまえって。後でって、いつ？来ましたよー。来ましたよー。
あー、なるほどくんとさとちゃんだ。こんにちは、アイリスちゃん。我が輩いるかな。今朝はごちそうさまでした、アイリス様。どういたしまして。あー、もうこんな時間か。もしかして忙しいのかな。うん、今ね、今夜のごちそうの下ごしらえをしていたんだよ。なんだって。おー、気合が入っているね、アイリスちゃん。だって今夜は、なんと、特別なお客様が来るんだもん。ねえねえねえ、誰だと思う？絶対当たらないと思うの。え？そんな、アイリスちゃんキラキラした目でこっちを見てるぞ。もしかして、ハードボルテックス？あやつが？答えを知っているとき、この類の質問は困りますね。なんと、あのジーナちゃんが来てくれるんだよ。すごいでしょ。すごーい。おー、それはなんともすごいですとも。アイリスちゃん、なんかとても嬉しそうだな。盗まれてるのにね、一回。私ね、プロのすりの技教えてもらおうと思って。ああ、それは楽しいと思うよ、アイリスちゃん。それはどうかと思いますが、なるほど様。いや、小説に書けるかもしんないしね。ところでアイリスちゃん、ホームデさんは？なんもない机に向き合っている。ホームズくんね、帰ってきてからずっとあんな感じなの。ホームズさん。話しかけるな。え？君が誰だか知らないが今すぐ帰った方がいい。え？見ての通り僕は留守なのだから。え？哲学。言葉が喉に詰まった。ごめんね。放ったらもう何も目に入らなくなるから。あ、そうなんだね。ほんと、子供みたいなの、ホームズくん。ほんとにね。ホームズ様とアイリス様、まるで親子のようでございますね。本来あるべき立場とは完全に逆ですけどね。親子といえば、え？アイリスちゃんのご両親ってどうしているのかな？確かに。ん？何？なるほどくん。どうかしたの？その顔。あ、いや、なんでもないよ。ああ、わかった。この子、どうしてホームズさんと暮らしてるのかしらんだ。どうしてそんな。あはは、なるほどくん、わかりやすいからな。やっぱり恐ろしい子だな。かわいいな。子供なんだから、気を使わずに何でも聞いちゃっていいんだから。いやいや。子供は、何が傷になるかわからない、トラウマになるかわからないから。じゃあ、これを聞こうかな。これ見てくれるかな。つまらないものだけど。私面白い方がいいの。え？我が国の奥ゆかしさの文化は西洋の少女には伝わりにくいか。まあ、つまらないものと言われても嬉しくないから。何かとつまらないものですがっていう悪い癖、やめた方がいいの。大日本帝国の皆さんに今度よく言っておくよ。そうなんだよね。なんか、お茶菓子とかもさ、つまらないものですがって出すより、ここのお菓子すごい美味しいんですよって出された方が嬉しいもんね。じゃあ、まずジーナちゃんのことを聞こうかな。ジーナさんといえば、2ヶ月前のメグンダル氏の事件で。そうなの。盗まれちゃったの。私のスモークランチャープロトタイプ。あの日ここへ連れてきて、一緒にご飯を食べたんだけど、あ、そうなんだ。一回来てるんだ。それからジーナちゃんとは友達かな。そっか。まあそうだったのですか。よかったね。うん、街でばったり出会うとジーナちゃん全速力で逃げるわけ。はあ。で、私が追いかけて路地裏に追い詰めるわけ。え？追い詰めるという一言がなんか妙な重みを感じるな。で、新しい色の煙幕弾をジーナちゃんにあげるの。え？世の中、可愛い色はいっぱいあるし、全部煙幕弾にしちゃえって、いいじゃん。それで結局、スモークランチャーはジーナさんにあげちゃったんだ。うん、そうなの。ホームズくんは撃っても反応がいつも一緒で飽きちゃったし、撃たれてるんだ。かわいそうなホームズさん。でもジーナちゃんとご飯を食べるのは久しぶりなの。楽しみだよね。ジーナさん来てくれるといいけど。ほんまやね、弾の補充に来たらええんちゃう？
私がどうしてホームズ君と暮らしてるか気になるんだね。気になるな。まあちょっとね、ご両親はどうしたのかなーって。あのね、アイリスのパパとママはね、今はもういないの。やっぱり子供だからって何でも聞いちゃいけん。オブラート持ってきて誰か。ママはアイリスを産んですぐに死んじゃったんだって。あら。そしてパパも同じ頃に、あら。ホームズ君と追っていた事件の関係で遠くに行ってしまったの。あれでも、アイリスちゃんって、アイリスちゃんってあれだもんな。ワトソンだもんな。え、そういうこと？ワトソン君ってこと？お父さん。でも一番最初の事件もワトソンだったんだけど、教授。あれがおじいちゃん。どういうこと？え？ちょっと待って、アイリスちゃん。どういうことかな？ホームズ君とって。パパはねいつもホームズ君と怪事件を追いかけていたんだよ。ははー、なんだって。そして記録を残していたの。そこの鉄の箱の中に。事件の記録。そう、それではつまりあの方には、ホームズ様には。え？本当にいらっしゃったのですね。一緒に事件を追った相棒が。あ、相棒。うん、なんかいいよね、相棒って。もう、この似てない相棒の真似こすりすぎて。そしてその相棒がアイリスちゃんのお父上。そうなんだよ。そうだったんだね。あの鉄の箱ね、開けちゃダメって言われてたの、ホームズくんに。でもダメって言われると気になっちゃって開けてみたの。そこにお父上の書かれた記録が残っていたんですね。うん、それでね、ホームズくんに聞いたの。これを書いた人誰？って、ホームズくんびっくりしてたな。それでね、教えてもらったの。その記録を書いたのが。私のパパだって。アイリスちゃんのパパがホームズさんの相棒。そうだったのね。私ね、本当に小さな頃からホームズくんと暮らしていたの。そうなんだ。だから、やっぱりちょっとショックだったの。ホームズくんが本当のパパじゃないって聞いたときは。え、そういうこと？あ？そうだったんだね。ホームズ様、どうしてそれをアイリス様に話したのでしょう。ホームズくんが言うにはね、私には隠せないからだって。え？ほら、私もあのホームズくんとずっと暮らしているわけでしょ？なんだか世の中のいろんなことが勝手に見えるようになっちゃって。大変だね。特に嘘はね、もう口を開く前から分かっちゃう感じ。そうなんだね。怖いね。パパの残した記録を読んだら、これがもうとっても面白かったの。だから物語を書くことにしたんだ。シャーロック・ホームズの冒険ね。事件のお話はホームズ様からお聞きになったのかと思っていました。あー、ホームズくんはダメ。あ、ホームズくん。すぐに忘れちゃうから、解決した事件のこと。確かにな。そうなのですか。こないだなんてひどかったな。事件を解決したことを忘れちゃって。次の日に関係者を集めて、同じ事件をもう一度解決しちゃったの。みんなびっくりしてたね、あれは。想像を絶する状況だな。え、みんな集まったの？それで、アイリス様のお父上のお名前はやはり？それはもちろん、ジョン・ H ・ワトソン博士だよ。あれ？どういうこと？パパの記録に自分のことを医学博士だって書いてあったから。あ？私もいっぱい勉強して博士になってみたんだよ。遠くへ行ってしまったアイリスちゃんのお父上。医学博士、ジョン・ H ・ワトソン。どこかで聞いたことが。これより本法廷において、なるほど、レヌスケの審理を開始する。思い出せそう。まずこの事件の被害者の名前を速やかに述べてみよう。被害者は、その、ジョン・H・ワトソン教授です。
ジョン・H・ワトソン教授、帝都有名大学医学部の教授。僕が日本を立つことになる直前、命を落としてしまった。佐藤さん。はい。この話はここまでにしておいた方が良さそうですね。スサトも同じ意見でございます。遠くへ行ってしまった。わかんねえ。結構おじいちゃんじゃなかった。そうでもないのかな。結構おじいちゃんだった気がするんだけどな。やっぱそこはお父さんだったの、あれが。おお、なんだ、君たちじゃないか。キャー、ホームズ様。来ていたのならさっさと声をかけてくれたまえよ。はあ。まあいいだろう。どうだい？元気だったかい？確かさっきまで一緒にいましたよね。あれ？そうだったっけね。もう、地方症？ところでホームズ様は大丈夫でしたか？バイオリンは。ん？バイオリン？一体何のことですか？え？やばい！蓋にいる？まあそんなのはどうでもいい。それよりも。諸君。こいつに興味はないかな？え？あ、それはオルゴールのディスクでございますね。ただのディスクじゃないぜ。さっき、グレグソンに取り上げられた、え？メグンダル氏のディスクさ。え？でも色が違うよ。どうしてそんなものがここにあるんですか？どういうこと？クックック。ねえ、ミスター、なるほど。僕は時折こう思うのだよ。しがない名探偵なんかより。いっそ僕には大盗賊団の方が向いてるんじゃないかとね。え？やったのね。あ、じゃあ私はね、その大盗賊団のスリ担当ね。で、なるほどくんは私たちが捕まった時の弁護担当。すごい。弁護士、顧問弁護士がいる盗賊団すごい。里ちゃんは字が上手だから犯行予告を書く係の人ね。はい、精進いたしましたもん。アイリスちゃんのことは今は聞かないでおこう。うん。うんじゃないか。あれ、何ですか？なんで持ってるんですか？そのディスク、一体どうしたんですか？だって血がついてないですよ。あの時グレグソン刑事に取り上げられてしまったはずでは？ああ、その通り。そういう時のために、僕はいつもこいつを持ち歩いてるのさ。え？それは、板キャラメルでございますか。確か、寂しい時にかじるんでしたよね。ミスター、なるほど。刑事にディスクを渡した時のことをよく思い出してみたまえ。え？別に変じゃなかったけどな。小銭に恵んだらね、今スコットランドヤードで預かる。こっち渡すんだ。え？あ、はい。仕方ないさ、ミスター、なるほど。仕事用意して渡すしかない。乗っていきたまえ、刑事くん。え？やったの？あの時一瞬僕はこのディスクを手にしただろう。あ、そうだったの？ええ、確かに。でもそれが何か。あの時僕はこの素晴らしい板キャラメルを使ったのだよ。ディスクを押し付けたんだ。ギュッと。こんな感じにね。そんな綺麗につくかなーというところは、これは、金属製のディスクの無数の突起がキャラメルに複写されている。このキャラメルは特別でね、実は僕が発明したのだよ。適当に柔らかくて、しかも溶けにくい絶妙な配合でね。そうだったのですか。またキャラメルブーム来ちゃう。こいつを2枚用意しておくと非常に便利なんだぜ。何しろ扉の鍵なんかもギュッと挟めば一瞬で型が取れる。なんかやだな。美味しくなさそうだな。人の家にも侵入し放題。しかも甘くて需要豊富と来ている。ジンギスカンキャラメルの味がしそうだな。なかなかの問題作ですね。その複写をもとにこいつを作ってみたわけさ。何でもできるかよ。どんな音楽が刻まれているかちょっと興味があったからね。
じゃあその音楽聴けるんすか？それでそのディスクにはどんな音楽が記されているのですか？それが残念ながらさっぱりわからないんだ。わからない？ああそうだな。君はオルゴールの仕組みは知ってるかい？え？知らないです。知らないんだ。なるほどくん。え？ワクワクオルゴール講座始まっちゃう。 NHK か？オルゴールの音を鳴らしているのはコームと呼ばれている金属の部分なの。まあでもそれが弾いてるんだよね。そのコームを小さな金属の突起が弾くことで音楽が奏でられるわけ。最初に発明されたオルゴールはシリンダーに音楽の情報を記録してたの。ははーん。やがてシリンダーの代わりにこのディスクを使うタイプが発明されたんだ。へー。でも日本のは、てか今って普通に筒じゃない？私、小学校6年生の卒業の時に、なんか記念でオルゴール作ったよ！なんかポルノグラフィティの音楽のオルゴールをさ。オルゴールが世間に一気に広まったのは、このディスク型になってからさ。そうなんだ。それはなぜでございますか？製造が簡単だし、ディスクを交換すれば好きな音楽が楽しめますからね。そんなわけで、ヨーロッパの各国で多くの会社がオルゴールを販売しているのです。なるほど。演奏者がいなくても音楽を楽しめる素晴らしいことでございますね。でも演奏する機会がないと。まあそのせいで今僕たちは困っているわけだがね。ちょっと企画を揃えてほしいよね。どういうことですか？オルゴールを鳴らすコームや仕組みは当然メーカーによって全く違う。だからね、こいつを一体どのオルゴールで鳴らせばいいのか。残念ながら見当もつかないというわけなのさ。あ、なるほど、そういうことですか。もう、まあ手元にあるやつをいろいろ試してみたんだがね。シャープ、パナソニック。こいつはダメ。え？これもわけがわからん。なんか、うつになりそう。そんなわけで。今ヨーロッパ中のメーカーのオルゴールをすべて取り寄せているところだよ。宅配会社が大変。全部でございますか？ねえ、無茶するよね、ホームズくん。だって、気になるじゃないか。こうならもうやけだよ、諸君。しかし、ヨーロッパ中のオルゴールとなるととんでもない量になるのでは。そんなに作ってんの、オルゴールって。そんなに？確かにそうだ。まあ、最悪の場合は。君たちにはあの部屋を出て行ってもらうことになるかもしれない。うへぇ。言うて10個ぐらいとかじゃないの？コズニー・メグンダル、またその名前を聞くことになると。2ヶ月前の、あの恐ろしい事件。あ、また思い出しますか。あー、燃えてる。あったかーい。謎の死を遂げた。出た。それが死神の呪いなのか、今でもそれはわからない。どういう表情なんだ。オムニバスは炎上して、すべての証拠は消失したという。そして、メグンダルの死とともに、彼が関わっていたとされる事件もすべて闇の中へ消え去った。どうなんだろう。本当に死んでるのかな。それでは僕たちが弁護したあの殺人事件も、新聞各紙を拝見する限り、未だ未解決のようでございます。レンガ職人のモルター氏が刺殺されたあの事件。まだ、そうだよね。まあそうなるのかな。結局その真相どころか何が起こったのかすら不明。僕が弁護したメグンダルさんは無罪になった。しかし、それは本当に正しい判決だったのだろうか。まあなあ。まあなんか、
ペロッと出てきそうだけどね。なんか、実は生きてましたって。どうやら事件はまだ終わってはいなかったようだね。せやね、ここでなんか変なのが出てくるとはね。それじゃあ私はお料理の仕上げにかかるね。そろそろジーナちゃんが来ちゃうかもしれないから。ああ、頼むよ、アイリス。今日のご飯は何かな？あ、それでは私もお手伝いさせてくださいな。うん、お願い、サトちゃん。お願い、サトちゃん。じゃあ僕は相棒の調子でも見ておくとするかな。さっきどこかに放り投げておいたんだけどな。これに懲りて大事なものは質屋に持っていかない方がいいですね。そうだな。あ、そういえば、ハッチ様から聞きましたが、確かアイリス様の書かれた原稿も預けられているとか。ダメだよ。え、そうだっけな。確かにハッチさんそんなことを言ってましたね。ホームズ先生の幻の新作がうちの保管庫に眠っていると。あ、そうなんだよ。ちょっとどうかと思うでしょ？どうかと思うよね。はい、あの素晴らしい物語が倉庫で埃をかぶっているなんて。あ、いや、だから言ってるじゃないか。質屋の倉庫は貸金庫以上に安全なところなのだ、とね。でも、ストラディバリウスがオンボロビオラに変わっちゃったよ。まあ、たまにはそういうこともあるだろうけど。それは完全に質入れした人に問題があったわけだけど。あれ書くの大変だったんだよ、私のバスカビル。一体どんなお話なのでしょう、そのバスカビル家の犬とは。あれ、今回のタイトルか？あれ？お？あれ？あ！え？なんだ？部屋の空気が一瞬で凍りついたと。あれ？佐藤さん？ネタバレ読んだ？あの、佐藤ちゃん、今なんて言ったの？え？バスカビル家の犬って、どうしてそのタイトルを知ってるの？佐藤ちゃん。え？それは。え？見ちゃった？盗んできちゃった？あ、ほら、佐藤さん大ファンだから、ホームズさんの物語、それで。いや、ごめん。バスカビル家の犬はね、まだどこにも発表していないの。え？ホームズくんに原稿を見せたら、今はまだ発表しちゃダメだって。なんだって。え？だから、佐藤さん、ホームズと、なんかあった。発表できるその時が来るまで安全な場所に預けておこうって。それがハッチさんの店の倉庫か。佐藤さんやった？それなのにどうして、佐藤ちゃんが知っているの？ねえ、ホームズくん、どうして？え？二人の間に何かが？そんな、知らない間に、そんな仲になってたの？おや。どうかしましたか、ホームズさん。どうやら、お客さんのようだよ。え？ちょっと。あ、来た。ジーナさん、ちょっと待ってよ。ちょっと今いいとこだった。修羅場なのよ、今。あ、私、お邪魔なら帰るからさ。それじゃ。あ、待って、ジーナさん。今、修羅場だけどご飯食っていきな。ジーナさんのことみんなで待ってたんだよ。そうだよね、アイリスちゃん。はわわ。うん、ちょっと待っててね。すぐ準備できるから。さあ、やるよ、サトちゃん。はい。え？ジーナ様、ようこそいらっしゃいました。さあ、そんなとこに立ってないで遠慮せず入ってきたまえ。僕のソロを嫌と言うまで聞かせてあげるとしよう。そこは嫌と言うほどで勘弁してもらえますか。何今の、どういうこと？あ。わ
我が輩だー。かわいい。にゃーん。猫も来たわ。その夜、アイリスちゃんの料理の腕はいつも以上に冴え渡り、ご飯の後はホームズさんのソロを嫌と言うまで聞かされ、ジーナさんから技の手ほどきを受けてお互いすり合ってみたり、僕たちは本当に楽しいひとときを過ごした。楽しいかな。まあ楽しいか。